知人にプログラムやろうと思ってると言ったらプログラムやんのえ俺 Python やってるけどどうせ Java とかやろって言われたんですが Python ってすごいんですか <laughs> えっとまああのえっとまあその Python は流行ってるんで Python って言うんですけどその Python で業務系を作ってる企業はあんまりないんですよであの業務系は割と Java で作られてることが多くてそうするとそのあの 要はあの大手じゃあ NEC とか東芝とかがその子会社とかなんかいろんなその中小企業のシステム会社に発注する仕事って Java のものが多いんですよ。でなのでその要は派遣労働みたいなのだったりとかそのなんか中小企業でその人集めされて働く言語って割と Java が多いんですよ。なのでそのあのどうせ Java だろっていうのはなんかそのどうせそのなんかあのこう。 あのなんかブラック企業でひたすらこうなんかあの安い給料で働かされるんだろうみたいな意味でどうせ邪魔になると思うんですけど Python で全体作ってますっていうシステムやっぱりそんなに多くなくてで社内システムの会社が多いのでなので Python、まあうん、で作ってる会社の方がまともな率は高いかもしれないですけど仕事自体は少ないんじゃないかなと思いますけどもひろきと遊びたいんですがどうすればいいですかじゃんけんぽい。<laughs>